か一言ずつ頂戴します。まずは監督お願いいたします。はい、本日は、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。撮影は一昨年の11月ぐらいから、約1年ぐらいかけて四季を追いかけながら、少しずつ撮り重ねていった映画なんですけど、本当にみんなで手作りでなんかいい映画を作ろうと、目指して、なんかもう春ちゃんと半ばこうある種こう共犯関係のような感じで一緒に作っていた映画ようやくお披露目できるということで、本当にありがとうございます。ぜひ見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして春さんお願いします。はい、お集まりいただきありがとうございます。本当そうですね、すごく長い間撮っていたので、やっと皆さんに見ていただけるんだなと思うと、すごくもう感動の一言ですね。楽しんでいていただけるといいなと思うので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんを代表して私の方からいくつか質問させていただきますね。まず今回4年前に、岩井俊二監督が開催されたオーディションで、映画に愛される、未来の女優をということでした。で、まずは黒木さんと初めて出会った時の印象というのは監督いかがだったですか？そうですね、こう一番最初に見たというか目撃したのは彼女が出た「ああ荒野」というお芝居だったんですけど、その時のインパクトもありましたけど、直接お会いして率直になんかこの子は撮りたい子だなっていう感じでした、本当に。そのモチベーションだけでここまで来ましたっていう感じですけど。具体的にはどんな点が岩井さんの感性に響いたんでしょうね。そうですね、なんかやっぱりいろんなこう何ですかね、映画のシーンがこう頭の中で巡るというか、でその中でいろんなこうカラフルにいろんな表情、いろんな佇まい、いろんな雰囲気をこう演じれる、なんかこうそれでいてこう何にも染まらない真っ白なという か、 なんかそんな印象の子でしたけどね。実は春さんは高校時代にリリー・シュシュのすべてをご覧になって、はい、すごくこう影響というか感銘を受けたというふうに聞いてるんです。そうですね、やっぱ多感な時期じゃないですか、いろんなこう感情をその映画をリリース、シュシュを見てすごくいろんなことを感じた映画だったので、すごく大事にしていて、それで今でもこう何か苦しいこととかなんかへこむこととかあったらこう思い出して見たりするんですけど、なのでこうやって自分がその映画を撮った監督の作品に出られることになるなんてその時は思いもしなかったので、すごい幸せな時間でしたね。いや今回の映画の舞台設定は非常にこう現代社会の問題を直接的に描かれているような、非常にこう暗くて辛くてしんどい、でもそういう中でも春さんの演技が非常にこう明るく一方でしたたかな部分もあったりと、いろんな感情がそこにこう込められていたと思うんですが、春さんは今回演じられてどういった点を注意されながら映画と向き合ったんですか？そうですね、でもなるべく素直でいようっていうことはずっと思っていて、ななみちゃん自身がそのいろんな人に影響を受けて、いろんな人の感情とか気持ちとかを受け止めていく、受ける側だったので、嘘がないようにしようとは思ってましたかね、自分のお芝居の中では。岩井監督はいかがでしたか？春さんは直接お仕事されていて、直接ですか？撮影中はすごく刺激的でした。やっぱりその本にない部分ところまでずっとななみちゃんでいさせてくれましたし、ななみちゃんだったらどうするんだろうねってこうお互いに言い合ったりとか、知らない間にずっと導かれている感じで、その中ですごく楽しませてくれたので、
居心地のいい監督だなとも思いながらやってました。印象に残っているやり取りなどはありますか？まあ、主役だけどやりがいがないかもしれないっておっしゃられたことがあって。やりがいがないかもしれない人のそう、はい、あ、そうですね、はい、結構いろんなくせ者が、ね、出てくる映画なのでシーンとして撮ってるとその人の見せ場っていうのが結構あるので、それをこうずっと受け続けるシーンが多いんですね。そうすると一日もう本当に受け止めるだけで終わったりとかいうシーンがずっと続くので、なかなかこう、まあ、テンション維持したりしていくのがなかなか、まあ、主役ならではのこうストレスはあるんじゃないかなと思って、そんな話を、ね、してたんですけど。してましたね、うん、でもそんなこと全然なくて、なんかそこにすごいやりがいを感じましたね。あ、はい。